はい、皆さんこんにちは。どうも、中野っちです。どうも。今日実写動画初めて撮るんだけど、今日はちょっとね、商品紹介をしたいなと思いますので、ぜひね、最後まで見ていただけたら嬉しいです。お願いします。よし、はい、右から失礼します。ゲーミングノートパソコンでございます。ゲーミング PC は一応持ってはいるんですよね。デスクトップの方ですね。デスクトップは持ってるんですけども、今回はちょっと初めて、ゲーミングノートパソコンですねをちょっと触ることになるので、ちょっとすごい開封から始まりますけども、すっごい楽しみです。こちらを、開けていきたいなと思いますね。最初にね、はい、ちょっと待ってくださいね。ハサミですね。ハサミをください。ハサミを、はい、お待たせしました。じゃあ開けていきますね。ちょっとね、あ、緊張するんだよな、こういうのって。いや、壊さねえかな、怖いんだけど。綺麗に開けないと。俺結構大雑把だからさ、大型だから、こうね、ケースとかね、ガーってやつ開けちゃうタイプなんですよね。もうこれ動画だけなんでね、うん、ちょっと綺麗に開けないとなっていう。はい、頑張ります。おー、開いた。はい、開きます。おー、開いた。これが本体だな。これが本体で、はい、そしてこちら。まあ、これも入ってましたね。ケース。え、これなんだ？カバンか？カバンになってんの？これ。カバンになってんのかな？ちょっといい。ちょっとバグった。後でしましょう。さあ、開けます。ちょっと俺マジで、さっきも言ったけど、ガーって開けるタイプだからね。はい、行きますよ、皆さん。3、2、はい。はい、こちらでございます。これ反射してんね。ちょっと待って。で、この中。ああ、はい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 。わあ、なるほどね。説明書入っておりますね。結構初心者の方にもわかりやすいようにイラスト付きでね、イラストというかさ、ね、ちゃんと絵が載ってますね。はい、そして、もう一つ、なんだ？何これ？何これ？ちょっと待って、何これ。ああ、開け方しそう。どうしたらいい、どうしたらいいのこれ。どうやって開けるのこれ。両サイド何？待って、怖いね。怖い！変に開けそう。すごいデザイン性が、うまいことこう、されてますね。ああ、はいはい、ありました、ありました。こちら開けましたら、はい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 。なるほど。これですね。はい、これです。これです。はい、これですね。まずね、これが入っておりますね。はい、こちらもなんかね、マークがついておりますね。ロゴがついております。もう片方にもあるのかな、じゃあ。もう片方にもあるのかな。はい。あー、はい、ありがとうございましたね。ありますね。これですね。で、全部かな。はい。さあ、こっからですよ、皆さん。はい。うわー、ちょっと待って、手袋したい。なんか違う、もうね。うわー、高級感溢れる。はい。こちらでございます。じゃじゃじゃんじゃんじゃーん。ちょっとね、画質は悪いかもしれませんが、それでも、すごいね、光沢のあるのがわかるような、すごいデザインですね。このデザイン好きですね。この二つのなんだろうな、流れるようなラインというかさ。いや、このデザイン好きですね、私ね。このアイアンっぽい感じね。うわー、すごい高級感。そしてね、思ってたより軽いっす。ゲーミングノートパソコンのイメージは、やっぱちょっとこう、なんか何十キロもするんかなと思ったんですけど、これ全然軽いっすわ。1、2キロぐらいかな、これ。ちょっと感覚的には、1、2キロぐらいかなとは思いますね。すごい軽い、とにかく。はい、じゃあ、左側の方から行きましょうかね。はい、左側の方からちょっとね、見ましょうか。
差し込み口ですね。はい、それでは皆さん、これから、本体の中身を見たいと思います。おーわーふわふわふわで、チート的なものが、いや、私ね、このね、このキーボードね、のね、この字体が好きだね。字体が俺好きだわ。ネーミング感のある感じね。近未来的なものを感じる、ね、ものとなっておりますよ、ちょっとね。はい。ちゃんとこれ、ボリュームもね。ミュートもございます、ちゃんと。はい。ちなみにこちら、裏側ですね。クッションになるようなものもありますね。こちら。ほら。ちょっとゴム製のね、ものがあるんです。ほらほら。ここにもある。こういくつかありますね。はい。これでちょっと衝撃を和らげると。多少揺らしてもこれね、動かないっすわ。電源をつけたいと思うんですけど、まあ、これ、ちらですね。これ、これと、そしてこれですね。これですね。はい。この二つ。3, 2, 1ちょっと見えなかったね、みんなね。ごめんね。ちょっと見え、おお、あ、ちょっと光ってる、ここ。電気を消したら、こんな感じで光りますね。暗いところでも、キーボードのね、場所の方がわかりやすく、光っております。ライトアップされてますね。イルミネーションですね。はい、ちょっとね、いろいろ、初期設定とかありましたので、ちょっとね、いただきました。はい、こちらですね、デスクトップ。ディスプレイだわ。デスクトップじゃねえ。いえ、これノートパソコンね。ノートパソコン間違えました。ディスプレイです、これ。はい、皆さんこれ見て。さあ、それでは、PUBG をやっていきましょう。おお、きたー、もうすごいな、臨場感がすごい、音もやばいな。はい。うわ、いい。グラフィック良きです、皆さん。これね、ちょっとね、カメラがどうしてもちょっとね、画質の良さがね、ちょっと伝わりづらいんですけど、めちゃくちゃいいぞ。PUBG やるんで、一応、マウスつけてやりますね。マウスをつけてやりたいと思います。はい、すべて、全体的なグラフィック品質、すべて、高いに、ます。ああ、これ考えられない。ノートパソコンでゲーミングができるなんて。おい。おお。おお。やれてる。全然サクサクいきますね。サクサクしてる。違和感ないですよ。マジで。全く違和感なし。わお。わお、わお、すげえ、うわ、ノートパソコンですよ、これ。これライトじゃないですからね。PUBG ライトじゃないですから。うわ、ちゃんと雨が降ってる、この粒も見える。雨降ってる粒が見えます。はい、1キルしましたー。よっしゃー、すごい。楽しい。あと10人だ。あと3人。いや、これ、ドンカツいけるんちゃいますか。あ、撃ち合ってる。やばい。あー、やっちまったー。いやでも、これはいいんじゃないですか。4位の1キルが、でもこれさ、全然サクサクいけてたんで、
いいね。PUBG 快適にできますね。問題全くなし。では、皆さん、こちらも紹介していきます。はい、皆さんの大好きなやつですね。はい、出ました。はい、そうなんですよ。こちらのゲームも、ゲーミング、ノートパソコンでできます。あ、もうね、これね、マウスいらないかな。マウスいらないかな、確かに。これも皆さん、あれですね、高い友達と、一緒に、デスクトップでやってるね、友達とも一緒にやれるので、はい。ぜひ、ゲーミングノートパソコン買われた方は、ぜひね、一緒に遊んでみてはいかがでしょうか。友達とね。はい、ちなみに、シージもできますね。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。もしこの、ね、もしこの PC がちょっと気になった方は、概要欄にリンク貼っておりますので、ご確認お願いします。はい、それでは、バイバイ。